自民党本部で取材を続けている、フジテレビ政治部与党キャップ、木村祐太記者が中継でお伝えします。石破総裁が早期解散に踏み切った狙いは何か。一番の狙いは、新政権発足という勢いに乗り、支持率の高いうちに短期決戦で勝負に出たいということです。石破総裁は当初、10月1日からの臨時国会で予算委員会を開き、 論戦を行ってから解散する意向でしたがある党幹部は菅副総裁と森山幹事長が早期解散を進言し石破さんが軌道修正したと話しています党内には予算委員会を開けば支持率が下がる閣僚のスキャンダルが出たら一発アウトだとの声が多く上がっていたほか参議院選挙を重視する公明党が早期解散を求めたという事情もありました選挙後 石破政権が続けば党役員、新閣僚は変わらないのか。いわば選挙管理内閣としての側面も随所に見られる新体制となり、党内も早くも選挙ムード一式となっています。選挙に勝てば、その後も体制は維持されることになりそうですが、安定した政権運営ができるかはまだ見通せていません。理由は、党内にくすぶる火種です。例えば 石破総裁と折り合いが悪いとされる麻生氏を最高顧問に起用し、周辺からは配慮が見える人事だったと評価する声の一方、最低限のバランスの取り方だとも不満も上がっています。また、当時の安倍元首相に国賊と発言したとして処分を受けた村上誠一郎氏を大臣に起用したことに旧安倍派が反発しています。ベテラン議員の一人は、半分を敵に回したと憤っていますが、 石橋の周辺からは、総裁選を戦ったのだから当たり前の話だとの声が。